将棋棋士の藤井聡太さんが内閣総理大臣顕彰を受賞されることが決まりました。過去に内閣総理大臣顕彰を受賞された方は35人しかいないそうです。内閣総理大臣顕彰とは、国家社会に貢献し顕著な功績のあったものについてこれを顕彰することを目的とするとのことです。過去に受賞された方を調べてみました。一番最初は1966年7月1日佐藤栄作内閣で、宮崎松木さん、インド旧来センター委員長で、インドでのハンセン病救済事業に対して評価されました。沢田美希さん、エリザベス・サンダースホーム理事長で、混血孤児の養護教育に尽力されました。その他、オリンピック競技大会日本男子体操チームに、オリンピックの各大会において体操日本の名声を博するとともに、国民に大きな感動を与えた功績として団体として受賞されたこともあります。第9次南極地域観測越冬隊内陸調査旅行隊が日本人初の南極点到達し受賞。日本道路公団が名神高速道路及び東名高速道路が完成し受賞。その他、陸上自衛官の三宅義信さん、日本大学助手の遠藤幸男さんなど、佐藤内閣時代に11名の受賞がありました。その後は中曽根康弘内閣で5人が受賞。室伏重信さんが陸上競技のハンマー投げにおけるアジア競技大会5連覇で、中野浩一さんが世界選手権自転車競技大会でのスプリント10連覇で受賞。竹下昇内閣で3人が受賞。岡本綾子さんが全米女子プロゴルフツアーでの活躍で受賞。宮沢喜一内閣では毛利守さんが日本人初のスペースシャトル搭乗者で受賞。畑勤務内閣ではジーコさんが日本サッカー界への貢献で受賞。村山富一内閣では向井千秋さんが日本人初の女性宇宙飛行士で受賞。橋本龍太郎内閣では羽生善治さんが将棋史上初の7大タイトル独占で受賞。その他、田村亮子さんが世界柔道選手権大会4連覇、シドニーオリンピック金メダルで、成田真由美さんがパラリンピックでの活躍で、若田光一さんが日本人初の国際宇宙ステーション長期滞在で、海王博之さんが幕内最多勝利数記録更新、幕内在位役場所達成で、井山裕太さんが囲碁史上初の7大タイトル独占で、佐藤拓磨さんがインディ500で日本人として初優勝で、松山英樹さんが日本人として初めてマスターズトーナメントで優勝で、そして岸田文雄内閣では宣言室さんが半世紀以上にわたり日本文化の精神を世界に広め、茶道を通じた国際文化交流や国際平和の発展に尽力したため受賞されています。そして藤井聡太さんが将棋史上初の8大タイトル独占のため受賞されることが決まりました。内閣総理大臣や政権による表彰としては、他に1977年に創設された国民栄誉賞があり、創設後は内閣総理大臣顕彰は減少傾向にあります。藤井聡太さんご本人は内閣総理大臣顕彰の受賞を大変光栄なことと感じています。今後より一層精進し、将棋の魅力を多くの方に伝えられるよう活動していきたいと思いますとコメントしておられます。2016年10月に四段昇段、デビュー戦を12月24日に加藤一二三九段と戦った藤井聡太さんですが、2017年3月までの2016年度はなんと10局指して10勝0敗でした。デビュー戦から大注目だった天才棋士ですが、ここから年度をまたいで歴代最多の29連勝という大記録を続けていくことになります。今後がますます楽しみですね。